暗人ども、今は常ならぬ大魔の時、どうかお気をつけくだされ。暗人殿、よくぞ。それにしてもかような邪法は見たことがありません。三成殿、そなた果たしたな、ウィリアム。犠牲となった者たちも報われよう。
相変わらず強いね。参ったよ、降参だ。どうやらあんたも見えるようだね。俺も親父に押し付けられた力だが、このヤタガラス、あんたのことも気に入ったみたいだ。俺たち最下は末路わぬ一族、あんたとはまた合いそうな気がするよ。倒してしまうなんて強いのね。あなた鬼を斬るという異国の侍でしょ。巷では結構有名なのよ。私の父も鬼だなんて呼ばれていたけど、今はどこにいるやろ。ああごめんなさい、関係のない話よね。助けてくれてありがとう。大谷義継が家臣、湯浅五助。大義であった。はっ。家康殿、小早川秀明でござりまする。逃げた三成めは沢山の城へと落ち延びる算段でありましょう。三成の首はぜひ私めにお任せを。この秀明、霧に苦しめられましたが、東軍へと長谷参じ、獅子奮陣の活躍。好きにいたせ。小早川殿だけでは難儀であろう。わしも手はずを整えたらすぐに後を追いまする。キャリアスだ。I'm going to。直政殿と小早川殿は逃れる石田勢を追って沢山の城へと軍を進めた。じゃがわしらの探るところ、三成殿はケリーめと共に伊吹山へと落ちたようだ。ウィリアム、お主は天海殿と共に伊吹山へ向かえ。敗軍の将とはいえ、三成殿は油断ならぬ男。気を引き締めて参るのだ。増強ごときが良いこしらえ物を身につけておるではないか。なりますよ。殿は早うお逃げくだされ。胸当て一つ分損しちまったじゃねえ。あ、足、俺の足が。出川君、なにわの地にてまたまみえましょうぞ。
オラたちのこき使いやがって当然の報いだ。恥を忍んで落ち延びた。ここで撃たれるわけにはいかぬ。ケリー殿の錬金の極意によって太閤秀吉様を復活させる。忠義による清廉な世の礎を。あんたにはせいぜい時間を稼いでもらうとしよう。We'll resurrect the most brutal overlord of them all.三杯の茶を教師、13の時から仕えた秀吉様、私は天下人へと変わりゆく太后様についていくだけであった。義を重んじ刀なき世を民と共に歩む秀吉様の描きし美しき夢、いつしか私の夢となっていた。秀吉様亡き後、その夢を汚す家康めを討てぬとは、私が誤っておるのか。なぜ殺さぬ。久しいの三成殿。
明智光秀殿、何故。そなたの忠義まことにあっぱれ。されど人の世には忠義より重きものがあり申す。それは大義じゃ。三成殿、忠義を重んずるあまり大義に背かれますな。あなたも大義のため信長様を討ち、主君殺しの汚名をかぶったというか。されば私も大義に裁かれよう。ケリーめが、私が死した信長様を改まとして蘇らせ、再び大乱の渦を起こそうとしております。安心殿、家康殿が大義、この国が太平のため、かの者を止めてくだされ。